皆さんこんにちは、近藤です。今日はメンズのシャツをドレーピングでご紹介します。シャツのシルエットはジャケットと共通していますね。例えば1990年代はどちらもゆったりとした大きなシルエットが流行でした。でも今は両方ともタイトなシルエットが流行しています。ですから今日はカジュアルな襟をつけたタイトなシャツをドレーピングしてみました。ぜひ皆さんもこのビデオを見てトライしてみてください。それではどうぞ。
Thank you.